先週は卒業ソングのリクエストにお答えいただきまして、はい、もう本当にいろんな方ありがとうありがとうございま,すございましたえー、今日に関して一番の驚きは黒色火薬さんヨッピーがまだそこにいることが驚きだとそういうための企画じゃなかった <laughs> どうも日本放送アナウンサーの吉田久典です <laughs> そして生放送のスタジオにはこの方はい SKE48 そして上坂46ニーの松井瑠奈ですそうだよね <laughs> はい、こういう言い方で合ってるのか私もよくわかんないんですけどあ えっと事情を説明します。はい、えっとさっきまでゼップダイバーシティですよね。はいそうです。あの AKB フォーティエイトグループの大祖閣祭りというのが行われていまして、はい、そこでえっと AKB フォーティエイトグループでこの人がここに行きますよみたいのを、はい、あの本人たちは全く知らないんですよね。知らないですね。でステージ上にいて突然こうだっていうのが告げられるというのが、はいえー、今日の夕方ありまして、はい、で当然ですけどそこにいて、いて。そこで松井玲奈さんはどうなったんでしょう。私はあの SK フォーティエイトのチーム E とえっと 乃木坂46を兼任することになったという、うん、これでしかもそれを発表されて、はい、でその時になんかいつからっていうのまだ分かんないんでいつからはまだ全然決まってないんですけれど、うん、まあ分かんないです今ざっくり適当に言ったんですけど、うん、これなんだろうお父さんがなんだろう他の使者にあの転勤になる時にいう感じになってるけど <laughs> で、えー、これに関して、はい、なんかもうファンの人たちが ものすごいこう今玲奈ちゃんはどう思ってるんだろうみたいなことをいっぱい書いててこれ、はい、は例えば一つ読むと日清兵さん「日の玲奈さんはチーム E と乃木坂の兼任についてどう考えているか知りたい」はい、なんかステージではしゃべってないんでしょうあしゃべる機会がなかったのでしゃべってはいないんですけどまあびっくりはしていてただあの、まあ、48グループと乃木坂って、まあ、ある意味別物ではあるのでプロデューサーはあの秋元先生なんですけど。 なんでそののコンサートのやり方も違うしういろんなことの文化が違うのでなんかその普通のところでまたそのグループのいいところを学んでまた持ってくるっていうのもありなのかなっていうすごく勉強をしに行くのが今楽しみだなっていうなんかもう遣随使とかかなんか別次元のところのイメージだったのですごく。<ー>だから まあ、ある意味48を一歩飛び出してその乃木坂さんに私も一応混ぜていただくという形で、うん、ファンの方にも認めていただけるように頑張って、うん、そこで何か新しいものを学んだり自分からもこう何か残すことができたらいいんじゃないかなと考えてます明治維新の頃にこういう福沢諭吉が「関ん丸,丸」に乗ってみたいなとか <laughs> もういくらでもそういう例えを思いついてるんですけど、はい、でも一部でこれ気になってる人がいて、はいえっと、ラジオネームピカチュウさんとかが。はい やはり SKE おたとしては、まあ、自らファンのことをこうしたという方もいますが、はい、え木崎ゆりやちゃんのチーム4移籍ですかねみたいなそうですねこれは今ちょっと複雑なな表情になってますけど <laughs> いやもうすごい複雑なんですこう今年ゆりやがすごく SKE で頑張っていくみたいなことを言ってたので、うん、私はもう何よりもゆりやの背中を押してあげたいなと思っていたので、うん、なんかそういう中で。 こう A.K.B. に移るっていうのはすごく複雑なんですけど、うん、またファンの人もそうだと思うんですよ。うん、ただ本人にとってはやっぱり A.K.B. にこう行って、まあそこでまた副キャプテンとして活動できるってことはチャンスでもあるなと私は思うので、うんうん、こう S.K.E. っていう今まで育ってきたこうあったかい場所を抜けてまた。 1まあ一人というかまあ仲間はたくさんいるんですけど新しい環境でユリアがこう1人で自立するっていうことも大切なのかなっていうのを思ってただまあ私たちもサポートはちゃんとするつもりですし AKB の中にもユリアが慕ってる人はたくさんいるのでその中でユリアが成長してくれるようにたらいいなと思ってます。